通の難民検問所だな。奴らが車内に乗り込んでくる様子もないし、すぐに終わるだろう。やっぱりこの兵士は私たちを追跡してきた部隊じゃない。武器も隠してあるし、スキャン装置でも見えないはず。前はどうやってそのライフルを隠してたんだ。重心と機関部パーツを座席のパイプと重なるように置いた。他の大部分は木製だからもともと検知されにくい。よほど詳しく検査しない限り絶対に見つからない。それがこのライフルを選んだ理由か。それも一つの理由。じゃあ他には。正式武器じゃないから足がつきにくい。弾薬も含めてね。だとしてもどうしてセミオート銃を使わないんだ。ボルトアクションじゃ効率も悪いだろう。一目見て気に入った。それに使い勝手もいいし、他の武器に変えるつもりもない。意外とこだわるタイプなんだな。ダメ？そういうわけじゃない。